このセットに関して言えば、先読みにかかる時間って、だいたい5から10秒ぐらいだと思います。今回は品質の設問パターンを知ろう、それを知れば先読み速度が上がりますよっていうね、話をしていきます。パート3シリーズの前回までの動画で、スコアアップのためには先読みが有効っていう話をしてきましたね。例えば、この動画では諦めポイント、セットの3問目が読み上げられたら次のセットに進みましょうねっていう話をしたりだとか、この動画では捨て問、まあ、つまり長い選択肢の問題を捨てるんですよっていう話とか、この動画ではテスト開始直後の1分半の使い方、図表問題の先読みをしておきましょうねっていう話をしてきましたね。で、ここまでのところの話っていうのは、先読みの速度をアップしましょうっていうよりは、うまいことやりましょうっていうね、なんかテクニカルなものでしたよね。で、今回からは先読み速度自体を上げましょうっていうね、話をしていきます。さて、通常1セット分の設問の先読みに使える時間は18秒ぐらいです。で、ここで問題なのは、18秒じゃ3問も読み切れないよ、難しいですっていう風になる可能性があることですよね。実際そもそも設問を読むこと自体が苦しいんですよね。こういう教育学習者の方、まあ初級者の方はかなりの数いると思うんですよ。そもそも制限時間ありで英語を読むっていうだけで大変なんですよね。でも実は先読みに関しては、英語を読むこと自体が苦しいんですよっていうこの状態、すぐに対処できます。TOEIC のパート3とかパート4では毎回ほぼ同じ設問が登場します。これを品質の設問っていう風にね、今後読んでいこうかなと思います。例えば Where is the conversation taking place? 会話はどこで行われていますか?とか What are the speakers discussing? 話し手たちは何について話していますか?とか What problem does the woman mention? 女性はどんな問題に言及していますか?とか、こういった問題見覚えないですか?これまでに本場の TOEIC を受けたことがある人っていうのはですね、これらの設問を見たことがあるはずなんですよ。すべて品質の設問だからです。この3種類っていうのは毎回出ます。例えばこの設問が Where is the conversation most likely taking place? おそらくっていうのが入ったりとか、まあ多少形が変わることがあるんですけど、毎回必ず出題されます。ということは、今見た3つの設問、これらの設問をしっかり覚えておけば、先読み時にあんまり時間を使わずに読めるんですよね。訓練をしっかりすれば実際1秒くらいで読むこともできるんです。要はめちゃくちゃ早く読めるようになります。で、これはパート3の前1セットの例ですね。このヤドカリ標準模試2の P14 から持ってきたものなんですけど、これ44番の問題、 What are the speakers discussing? これさっき見たのと全く同じ問題なんですよね。話し手たちは何について話していますかっていうね、意味でしたね。これ品質の問題です。設問を覚えていれば一瞬で読めるんですよ。先読みの時間は約18秒で、この1問目の問題がほぼ一瞬で読めれば、この問題とこの問題、この2問にほぼ18秒丸々使えるんですよね。ってことは先読みがめちゃくちゃ楽ってことなんですよ。で、実は Where is the conversation taking place? What are the speakers discussing? What problem does the woman mention? こういう品質の設問ってまだまだたくさんあるんです。で、実はですね、さっき見たこのセット、これは品質の設問っていう話をしたじゃないですか。実はこの2問もですね、品質の設問なんですよ。結構毎回のように出題される問題なんですね。ってことはこのセット自体がそもそも先読みめっちゃ楽なんですよ。このセットに関して言えば、先読みにかかる時間ってだいたい5から10秒ぐらいだと思います。もちろんね、練習をすればっていう話ですけどね。ほんじゃあ、品質の設問ってどれくらい出るんですか?って気になりますよね。パート3の設問の半分くらいは品質の設問です。パート3って全部で39問あるんですけど、まあ、この円グラフで表すとしたら、品質の設問ってどれくらい出るのか。品質の設問は実は平均で22問出ます。結構すごくないですか。で、パート4もですね、全部で30問あるんですけど、この30問のうちなんと品質の設問は平均で16問出ます。めっちゃ出ますよね。パート3もパート4もどちらも半分くらいは品質の設問なんですよね。半分以上は品質の設問、もう出るって知ってる問題なんですよ。で、テストを受ける前にそれらの品質の設問を理解して読む練習をして、早く読む練習をすれば先読みのスピードが一気に上がりますよね。これやらない手はないと思うんですよ。品質の設問を読む練習をすれば、先読み速度がアップして先読みで焦らなくなりますよね。そうするとリスニング、音声を聞くことに集中できるんです。そしたら結果的に正解率が絶対に上がります。まあ、仮にですね、先読みはしませんっていう方がね、いたとしましょう。解き方との相性が良くないとかね、先読みすると落ち着かないんですよとか、そういう方もいると思います。まあ、でもそういう方でも結局設問自体は読むことになるので、品質の設問を覚えておくことにはものすごく意味があるんですね。まあ、だからですね、これから品質の設問を読む練習っていうのをぜひですね、学習に取り入れていきましょう。というわけで、次回からはですね、品質の設問にはどんなものがあるのかっていうのを具体的に取り上げて解説をしていきます。ちなみによし、品質の設問を読む練習をしようというふうに思った方はですね、
この公式問題集をですね、2冊とか3冊買って、複数の公式問題集のパート3、パート4をですね、まあ、ぜひパラパラと眺めてみてください。結構面白いです。ここで見た設問が、ああ、ここでも出題されてるってね、そんなことが頻繁に、本当に頻繁にすごくよく起こります。まあ、だからね、品質の設問なんですよね。まあ、ぜひ試してみてください。というわけで今回のまとめです。品質の設問パターンを知って叫び速度アップしましょうって話ですね。パート3やパート4には毎回出題される品質の設問があります。パート3は39問中平均で22問。パート4には30問中16問平均で品質の設問が出ます。品質の設問を覚えて、叫びの時間短縮をしてスコアアップをしていきましょうって話ですね。はい、じゃあ今日の動画は以上です。ぜひですね、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ぜひ引き続き英語の学習を頑張っていきましょう。